皆さんこんにちは、ゆうすけです。私はメキシコのグアダラハラという町に住んでいます。私はこの町で外国人ですから、町を歩いてるといろいろな人に見られます。時々はいいんですけど、結構こう嫌な見方をする人もいるんですね。実は日本語には見る時のオノマトペもあります。今日はそのオノマトペを勉強していきましょう。一つ目のオノマトペはジロジロ。ジロジロはそのものをよーく見ること。でもその見るとき、見られている人は嫌な気持ちを表します。だからなんで俺のことジロジロ見てんの、こんな感じで使ってください。もう一つのオノマトペはキョロキョロ。これはいろいろなところを見るときに使います。例えば、あの人なんかキョロキョロしてるよね、悪いことしてんじゃないの、こんな感じで使ってください。最後のオノマトペはチラチラ。チラチラは一つのものを何回かこういう形で見るときに使います。ちなみにこのチラチラはチラ見という言葉にもなりますから、ぜひ使ってみてください。はい、今日は3つのオノマトペを勉強しましたね。ジロジロ、キョロキョロ、そしてチラチラ。ぜひ皆さんの会話にこのオノマトペを使ってみてください。それじゃあまたね、バイバイ。1, 2, 3, grabando. もう一つのオノマトペはキョロキョロ。これはいろいろなところを見るときに使います、ね、例えばあのセルフエフ